Hey Pete. Hey Pete. Hi Pete. Pirolin.界隈は通り抜け、桜の通り抜けが始まりまして、賑やかなことでございます。そこは、こんばんは、こんばんは、こんばんは、皆さんどうもこんばんは。いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい、どうぞ、いらっしゃい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 、はい、いらっしゃい、はい、はい、どうもこんばんは。でですね、昨日でちょうど、リクエスト曲が40曲になりまして。お、40曲目は何や。40曲目ダウンタウンですね。あは、はい、フェードアウトということが分かった。フェードアウトということが分かったダウンタウンですよ。はい、かぼちゃから流れてきました。あ、どうも、はじめまして、グリラさん。グリラさんちゃう、グリラさん。かぼちゃからかぼちゃからわざわざ、どうも。かぼちゃさっき盛り上がってたよ、なんかかぼちゃね、盛り上がってたね。盛り上がって盛り上がってた、うん、よかったよかった、うん、よかったよかった。安倍さん、安倍さん言われてたね。そう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 、安倍さん。なんかあの、うん、息子が医学生になったっていう、お父さんのコメントやったんか息子さんやったんかどうかからへん。ちっちゃい頃にストリートに来てた子が、今やあの東北の方かな、なんか医大生になった。はい、先生、元気になる曲を、あ、おうほうほう、はい、元気になる、OK です、はい、元気になる、ね、元気になる。そうそう、さっきなんかあの、Facebook 見てたら、はい、なんかあの、面白い記事があってね、同じような話やけど、うん、お母さんに、うん、弟か妹欲しい、言うて、兄弟欲しい、言うて、うん、言うたら、うん、お母さんが、うん、あんた東大でも行ったらその子供の一人や二人作ったるわって言ったらしくて、お母さんは。で、そしたらほんまに東大行ったらしくて。ほんで、お父さん作りはったつく、それはそこまでは知らんけど、うん、とにかくあの東大入りはったよね。そんなに、すごいよね。そんなことあんねん。それはお母さんも約束守らない、いかんやろね。それはそうですね。いや、もうどうもこんばんは、みんな勢ぞろいしていただきまして、どうもありがとうございます。うん、元気になる曲何がいいですか。そうですね、元気になる曲なんですかね。まあ、元気になる曲、まあ、元気にしかならないっちゃ元気にしかならない。あ、そうや、テーマ曲を昨日からやろうよ、やろう言うてて、最初は最初だね。最初は 何でもいいけど、何でもいいね。最後は何でもいいけど、まあ決めてテーマ曲流そう言うて昨日言うてたな。ちょっと試しにやってみようや。そうやな。で、番組らしく始めてみようか。もう始まってるし。全然始まってるし。今からなんか、これは番組前のなんかちょっと緊張感のない状態みたいな感じで、まあ、これはあれやねんな。そうそう、まだ始まってない、始まってない。その前の部分をちょっと見てもらってるみたいな感じで、うんうんうん、でテーマ曲流したらちょっと緊張感のある本番が始まるみたいな流れでやってみましょうかね。わかりました。はい。たぬき猫さん、愚痴ってはるわ、クタクタやねんって。あ、ほんま。わかりました。じゃあ元気になる曲を。あ、スラリーって言ってるけど。あ、スラリーね。はい。のの子さん、スラリーって。わかりました。はい。元気に。まあ、スラリーの時はずっと歩いててくれてたらいいんですよ。こうやって、あの、そうですよ。こうやってね。でね、ちょっとメンタルがね、あの落ち気味の時はね、今ちょっと、あの、
体温じゃないや、あの気温下がってますけど体温もね下がってたりするんでね、ちょっと暖かくしてね体を温めてくださいね。ほんならね気ぃついたらあれってなってますから、はい、スラリーかけてください。はい、CD の中に入っている曲ですよ、スラリね。はい、今日は、洗濯機は回ってないですね。よかったですね。はい、今日はもう午前中に、あ、今日はあの洗濯してないです。そんなに洗濯物がなかったので、明日は回ると思いますけど、夜に回さず午前中に回るかと思います。はい、準備運動になりますね、これはね。ただあの。ただ音楽に合わせて足やら体やら動かしたらいいですからね。あの走る時とかにもね軽く聞きながらね走ったりとかしてもいいですね。
もうね、私らの年になってくると上半身ね、下半身はまだあることがあっても上半身動かさへんのでね、肩とかめちゃめちゃ痛いんですよ。私ももうなんか30代後半から肩がもうダメでね、あれなんですけどね、逆立ちとかね、できへんくなりますからね。まあ普通逆立ちはしないと思いますけどね。さあどうでしょう。あ、しーぞーさんお誕生日やったんですか。おめでとうございます。え、しーぞーさん、はい、いかがしーぞーさんが、はい、しーぞーさん4月8日、8日、明日柴田さん、そう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 、ね、ブッダと一緒やん。ほんならしーぞーさん何歳ですか。何歳ですか。柴田さん何歳になりますか。53歳。え、53歳。え、53も、そう、だってあんた51歳でも信じられへんな。人の年聞いたらすごーって思うね。普通だよそんな。へーって思うね。人の年、ね、永遠の27歳ね。そうですよね。うんうんうん、私もそうですよ。永遠の28ですからね。はい、28から。10万と52歳なんや。へー、だいぶ上ですよ、ほんなら。ほんまや、すごいな。10万と52歳、あ、そうか、辰年生まれですね、じゃあ10万年前のね。そんな感じで今日もアホみたいに始まっていきたいと思いますが、そうですね、はい、すごいですよ、こっち40曲あるでしょ。で、これオールヒットソング2016の中からこんだけあるでしょ。これね、私綺麗に切ってきたんです今日。すごいな。自分のは。どういうこと？切ってきたってどういうこと？大きいからここに乗っけたらね、こう。あ、そういうことか。そうそうそう、ペロンとなる。いらんとこ切るんや。えらいな。それ何？カッターで切った。こうやるやつでカシャ。ああ、ほんまやね。あ、だからハサミで切ろうかな。全部同じ大きさにね、切らないと。そういうの苦手。いいわ、別に。でこれあの拡大してますからね、ちょっとね、だからサイズがね、そうですね、うん、はい、違うんですけど。さあ、でもすいません、昨日からまだ何の曲も聴けてないんです。1曲も。はい、そうです。はい、でもそろそろちょっと私あの楽曲制作に取り掛かろうかなと思ってます。そうですね、そうなったらもうさらに聴かないですからね。さらに聴かないですから、はいはい、すいません、はい、頭パンパンになりますからね。そうです。はい、で、まあ、一応ねアッパレさんに2曲今あるんですけど、2曲ね、はい、あの森くんが作ったやつ、はいはい、2曲があって、はい、残ってる2曲があって、はいはいはい、でまあそれに詩曲をつけるの、はい、で、はい、1曲はもう詩ついてたんですよ。はは、で、あれこんなん書いたんやっていうような詩がついてました。まあ、大体そうですよね。はい、そういうのがありましたね、はい、でそれと2曲とにかくあって、でまあなんかね、やっぱりアルバムやったらもうちょっといりますよね。あっぱれさん、あっぱれさん、テクノポップですか。そうですね、 2曲ではちょっと辛いですね。ですね、アルバム2曲入りアルバム、2曲入り、ミクロアルバム、ミクロスモールアルバム、スモールアルバムめっちゃいらんな、なんかシングルやシングルやんな、それやったらなビッグシングルとスモールアルバムと間違いビッグシングルの方がいいなスモールアルバムいらんな、なんか元気の出るラブラブマーチを聞きたいです。はい、わかりました。よろしくお願いいたします。はい、わかりました。丁寧やね、なんか、はい、いいですよ、ね、はい、元気の出るラブラブマーチュー入ってた、はい、これね、早口言葉なんですよ、はい、あ、これ歌詞も出してこなあかんない、はい、できるだけとってもとっても大好き、いっぱいいっぱい大好き、とってもとっても大好き、いっぱいいっぱい大好き、とってもとっても大好き、いっぱいいっぱい大好き、とってもとっても大好き、いっぱいいっぱい大好き。
想と先行したりもしたけど本当は違うんだ本当は違うんだとってもとっても大好きいっぱいいっぱい大好き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 Thank you.
ちゃちゃちゃいせーよしばらくご無沙汰しておりますカブラーギ大先生、はい、カブラーギ奥様の、はい、旦那様のカブラーギが、はい、そういう、脳の運動をちょっといろいろやっておりましたので、はい、脳と運動の関わりをね、関わりをね、はい、やっておりましたので、それをちょっと取り入れさせていただきまして、ね、作ったものでございますので、はいはい、ちゃんと滑舌はよくなるはずです。はずでございます。はいはい、じゃあ行ってみましょう。はい。ちゃいましたね。これちゃいましたね。ちゃいましたね。全然ちゃいましたね。
動作は完璧なんですが、全然滑舌良くなってない方がおられまして。あれはね、特殊なんですよ。あの人ね、あの左利きなんですよ、もともと多分ね。なんか右利きっぽいんですけど、いろんなとこで左利きなんで、左と左、右と右になってるんで、こういう感じじゃないですか、多分。なんかあんまり関係ないんですよね、きっと。その薬、はあ、びっくり、はあ、完璧ですよ、完璧ですよ、コンプリメント。多分ね、あの朝の教祖様はね、右の脳とね左の脳を結ぶ線が切れてるんですよ。そうです、しょうがないですね、切れてるんです、切れてるんです、ね、分離してこう浮いてるんで、はい、ちょっと多分頭がちょっとはみ出てると思います。そうですね、それをカムフラージュするためのこのお団子なんですから、はい、本当この辺ちょっとはみ出てる、ニューロンが浮いてるんでね。でその線をまた開発しておきますね。開発またやっときます聞いときますとか開発入ってきたからね、開発教祖様はショーとして、ああそうですそうです、はいはい、常にショートしてます、ね、大体何でもショートしますからね、うん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 、あの人ね、はいはい、そのショートするかみたいなことね、よくあるんでね、そう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 、ええ運動やね、せやけどこれね、これ毎朝やったらいいと思いますよ、これはね、いいですよ、普通の人は滑舌が良くなるはず、はい、なりますなります、だからあの別にまあほんまのことあんなやらんでもね、あの朝こうやってやるだけでも、誰かと人と会う時とかね、そうそうそう、あのなんか商談がある時とかね、そうある時とかね、その前にそうやって右の音と左の音をちょっと直結させてですね、はい、であとここの首のところ鎖骨ありますよね、こうね、鎖骨のあたりをね、はい、こうこすってこうやるんですね、でこれはまあ免疫力上げるのにもいいんですけど、はい、まあリラックスしますよね、気持ちを落ち着けて自律神経をね、はい、そうですよ、整えて、これも、ね、いや商談とかしなあかんとか緊張してる時なんかにね、はいはい、いいですね、まあでも何よりは呼吸ですよね、そうやね、はい、鼻から息を吸って、
息吸って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 止めた時にお尻の穴、お尻の穴ですよ、穴のお尻じゃない、お尻の穴をキュッと閉めるんです。キュッキュッ、息はねもう全部吐いてしまうんです。吐いてしまうことがコツだね。そうです。そうすることによって下っ腹に力が入る、いわゆる丹田に力が入ります。そのまんまおへその下のところ、はい、そうですそうです、おへその下第二チャクラなんですね。ほんで第三チャクラね、第三チャクラ、はい、ふーっつって大丈夫って言いながらね吐いたらもう何でも大丈夫ですわ、はい、もう全て大丈夫。そういう解説が体操番組にも必要ですよね。全然ないんですよそうすみません教育してるんですけど、ね、なんせ右と左側の繋がってないんで、脳みそないぐらいの感じ、ないぐらいの感じ、すみません、ね、お前だからそこはあのテレパシーで受け取ってください、はい、ね、まあ、あの質問があったらこちらの方にあの夜の方で一応レクチャーしてるんですけどね。そうなんですよ、なんせ二人ともね、二人ともあんなんです、もうスーやからね、スーやから、ついたらもう空気抜けてますから、そう空気抜けてるからね、はい、ほんまに風船膨らましてて3日後ぐらいの感じなんですよ、ね、はいはい、そうですそうです、うん、ね、はい、そう鎖骨ビームですよ、生きてると言い張ってね、あ、ボケ防止にもいいですよ、はい、言い張るんですね、まあ、あの負けず嫌いこれよう見たらなんかこれ、はい、あの朝の番組のレギュラーメンバーがみんなこれコメントしますね、はい、朝も夜もこれだってクレームを受けてるって感じですよ ね、 あのそうそう、このメンバーね、はい、今ここで盛り上がっていながら朝の8時半とかに起きて、うん、早起きやってますからね、すごいよね、もうなんかすごいですよこの方々、方々も尊敬します、ほんまに、私もよう見てませんか、いやそうですよ、はい、ほんまに朝もグースか寝てますから、はい、いや勤勉プルルンお聞きできますか、丁寧な、丁寧でございますね、プルルンお聞かせできますよ、お聞かせいたしましょう、それではプルルンを、プルルンをお聞かせいたしましょう、はい、なんかね、あのあれですよね、はい、あの由緒正しい、はい、番組でございますので、番組でございますのでね、はい、特に由緒正しくお送りしております、はい、それでは、はい、クージャパンでプルルンをお聞きいただきましょう。ラリラリーラ、タッタッタ
楽しいな、やっぱりあなた大好きだ。年に1回ぐらい見てちょうどいいぐらいかもしれないですね。まあ位置見てるとね、頭と頭が離れていきますから、うん、そうですよ、ね、それをまたくっつけるのが大変ですからね。どんなんや。明日は何、土曜日ってみんな休みなわけ？そうでもないんですかね。普通の休みですかね、はい、あ、履歴あるの知ってます。はいはいはい、してみ、あの時々恐る恐る履歴が覗いてますね。もういつもあのテンションでいてますから、もう読みません。一緒にいない時も今日だからもうダウンしてもう寝てないです。それそうやと思うわ、毎日な。まあすごいね、でもね、ほんまに、うん、まあすごいですわね、うん、毎日するっていうのがね、なかなか大変なことですからね。みんなすごいですわ、ちょっとあのどっかやっぱり、ね、サポーターの皆様もすごいと思います、うん、いや、それが一番すごいと思う、はい、どこ見てもいてはるもん。はぁ、ほんまのサポーターやん。はぁ、ほんまに、なぁ、ね、すごいよ、うん、そのうち症状作らないと思いますけど。口だけ口だけ症状あげたいぐらいですよね、はい、気持ちはね、ね、はい、うん、そうですね。あ、ここのビルの何階かに症状書く人のビルあるでしょ。あるあるある、ビルちゃうわ、うん、ところあるでしょ、うん、症状技師なんとかいうね、うん、そうですそうですそうです。朝の番組を見ると一日中くるくるマシーンが頭の中をくるくるしています。あーはーはーはー、そう、西井さん、それくるくるマシーンが一日のとどめにさせてくれっていう、そういうことと理解していいんですかね。ただし、あの、あれですね、くるくるマシーンの使い方、使い方としてはね、一日中くる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 させておくのがくるくる回って重要ですからね。基本くるくる回るっていうのが、あのこの地球上のそういろんなあらゆることのね、くるくる回るということが、あらゆることの真理です、真理ですから、はい、はい、これね、地球も回ればそうね、魂も輪廻する、そうですよ、いろんなものがくるくる回るというね、回るが自然ですからね、そう、回るが自然ですからね、だから止まってるなと思ったら、もうそっちの回したったらいいんですね。そうです、ぐるんとでんぐり返してまして、はい、例えばあの、はい、ちっちゃい回るでも大丈夫なんで、別に、はい、小回りね、はい、小回り、全然動いてないように見えて、こうやってちょっとずつ回ってる人もいますからね。そうですね、同じとこ行ってるよって実は回ってる人もいますから、はい、もうそのサイクルは人それぞれです。そうです。さあ、ぐるぐるっと回るんかどうなのか。放送事故も楽しめます。え、それはもう、まあ、放送事故しかないでしょ。しかないです、ね、もう番組自体が放送事故で発生したような番組ですからね、あんな事故ですよ、あんな。ほんまに、これで寝坊してましたからね、ほんで思いっきりね。やっとやったかって感じだけどね。まあ無理はね、はい、どっちにしろね、あの 見てる方もそうですけど、はい、無理はしないでください、はいはい、ナチュラルが一番ですからね、はい、義務になってくるとね、もうダメですね、ダメです、ね、本当に、ね、はい、1日4時間くらいあれば、あ、48くらいあればゆっくり飯食ってで取り食べられるん、そうですね、ね、はい、そうです、はい、まあね、ゴロさん実は毎日見てるんとちゃいますか。あのね、
ね、僕はあのすみませんが見てないんですけど、あの逐一報告してくれるね、あ、小ネズミがおる、あ、小ネズミがいる、コアなファンがいててね、もう今日のトピックみたいなのって絶対言ってくれるんですよね。だからね、あ、小ネズミじゃない方ですね、小ネズミじゃない方です、はい、はい、小ネズミあんまり知らないんですよ、はいはい、大猫の方ですね、大猫の方です、はい、はい、大猫の方がね大体ね、はいはい、あの教えてくれる、うんうん、今日は何が一番面白かったかこっそりさんもいらっしゃるのかな、そうですね、こっそりさんもいてると思いますね、はい、結構回ってますからね、ほんであの番組そうだね、朝からね、はい、ああまあリピーター多いみたいですよね、私らのこの夜はね、これから寝る人ばっかりですけど、はい、朝はみんなこれから仕事を言う人ですからね、そうです、だから途中まで見て、うん、で仕事行ってもう一回帰って見てある人が結構いてるみたいですねあれを なんか心の拠り所にする人多いみたいですよ。まあ何せよええことですね。何せよね、はい、いやもうなんかええもん育てたなっていう気はちょっと して半ばしてるよね。ええもん育てたかなっていうね。誰にしても彼にしてもね。まあうちみんな性格いいですからね。まあ、そうですね、うん、性格がいいですね、性格はいいですね、はい、みんなね、頭はあのあ、ね、まあそこそこいろいろ壊れてますけど性格、はい、人間はね、人間はいい子ばっかり、はい、あ、これから仕事なんですか、シートさん、わー、そうなんですね、頑張ってくださいね、はい、そうです、うんうんうん、さあ、本なら何歌いますかね、そうですね、音楽番組ですからね、音楽番組ですから、はい、ねえ、はいなんですか、なんで眠たくなってきましたね、今ね、眠いですよ、やっぱ今急に眠たくなってきたんですよね、そういう方もいらっしゃるでしょう、ほら空いてると思いますよ、聞かない、仕事前ならくるくる、はい、わかりました、じゃあ、わかりました、あ、はい、はい、わかりました、はい、いや、じゃあ仕事前にね、仕事に頑張って仕事に行ってくれるようなのかな、背中の気の込みね、はい、そしてくるくる回って
で仕事行ってくださいね。音楽番組だったんですよ。音楽番組ですよ。ちょっとやめてくださいね。結構はあはあ言いますよねこれ。そうだな、うん、こんな ね、これ体操さ前に3日連続やったか2日3日連続ですね。3日連続の2ステージ2ステージ2ステージだったっけ。あれきつかったね。体操だけをね、体操ばっかりね、体操ばっかりやり続けましたよ。ずっと1ステージ2ステージ1ステージ2ステージ1ステージ2ステージの6回、あれきつかったね。最後なんか倒れてなかった。え、ルあ、ルーね、はい、わかりました。ルーね、はい、ルルー知ってますよ。ルー知ってますよ。ルー知ってます。ルーのことは知ってます。自分らの歌やからね。ルーね、ルー知ってますよ。ルーでしょ。ルーですよ。知ってますよ、はい、大体知ってます。ルーの歌です。ルーでしょ、はい、知ってます。ルー知ってますよ。長い坂を下る自転車の風を切る少しドキドキするもっと鼓動速くなる7分早く着いた自転車を脇に止めた大きく息を吸うプルルーン違うの。えあれオープニング
元気の出るやつって言って何やったの？ラブラブマーチか。あ、ラブラブマーチ。思った。ラブラブマーチ。ラブマーチ。あ、そっか。なんだね。サンキュー、サンキュー。サンキュー、サンキューがエンディングだな。エンディングやな。うん、ありがとう、言うてもらって。エンディングの前の曲は何やろ？エンディングの前の。あ、最初スラリアン。あ、そやそやそや、スラリアン。スラリアン。ほんまや。そやそやそや。そやそや。そやったな。まあ、そのエンディングは、サンキューサンキュー依頼信号な。依頼信号ね。はい、はい、じゃあラスニーの曲を、もうあくびしてますからね。そうですよ、ラスニーですね。ラスニー2曲続けてどうぞっていう感じで。そうやね、出るのを待ちましょうか。はい、そうですね。よく考えたら、あんまこんな番組ないよね、よく考えたら出るまで待つみたいな、ね、待ちましょうか、言って待ちましょうか、ほんまにこんなんでやる気なしか、みたいな視聴者主導型番組だから、 それではそろそろあの睡眠タイムしますって言って、たぬき猫さんのこの書き込みがあった時に、あ、そろそろ番組終わらなあかんねやと思って、そういう番組の終わりまで指示してもらって、あ、僕の宇宙エンディングにいいな、わかりました。じゃあ僕の宇宙をエンディングに、わかりました。じゃあエンディングすげ替えしますんで、はい、じゃあすげ替え、すげ替えで、その前 にじゃあその、じゃあエンディングの前のラスニーの曲を、はい、決めてください。ブービーの曲、ね、ブービーの曲ね、ブービー、ブービー、ブービー曲、ブービー曲ね、はい、で、そして今日終わるぞ。ズワイガニ、ズワイガニなし、ズワイガニ、あ、なしって言った、なし言うと途端にズワイガニ入る、まあ、しゃあないな、やろうか。ポンポンバババババン、ツン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 、フランスからわざわざ来てくれたのに、そんな時に僕らはこんな、はい、ってやってたんや。急に恥ずかしくなってしまいました。さっきまでは割と真面目にやってたんですよ、ウェンディさん。これここに来るっていうことはウェンディさんもそういう人やる、そういう人やっていうことやな。そうやね、きっとね。どうもフランスからこんばんは。まあ、どうも。カニ味噌もありますか？ありますよ。カニ
耳そう余計な頭の中に入れておこうか。ありますあります、入れときます、ね、入れときます、はい。急に恥ずかしになりました、ちょっと。そうやね、はい、なんかもういつものね、青な人たちばっかりの中でね、いつものようにやってたら、来年8月、あ、来年ちゃう、今年の夏にはフランス行きますんで、もし会えたら何かやれたら面白いです ね, ね会えたらいいね。ヘルメットもね、ヘルメットも行くと思いますね。脳みそつながってないやつもね、はい、行きますんでね。ズワイガニね、食べたいよね。今年の冬は食べれなかったんですよ、カニ。一回も食べてないですわ、カニ。かわいそうにね。行きたかったね、カニ、うん、結構食べましたけどね。全然、なんで持ってきてくれへんの。持ってかれへんかったな。でも別にカニそんな好きちゃうからね。私カニ好きですよ。来年は絶対食べますよ、カニ。でも最後ですよね。そうでしたね。だってラスニでズワイガニとかマコツさんが言うからさ。タラバとズワイとどちらが好きですか。どっちも好きです。あのね、僕はあの違いが分からない。私もあんまり分かってないですけど、ね、はい、本当のこと言うとタラバって言うと大きいやつ、ちっちゃいやつ、大きさが違います。足長いやつ、どっちがズワイ、どっちでもいいわ。足長いのがズワイかな、うん、え、どっち聞いてもすぐ忘れるから。もうタラバがごっつい方ですよね、うん、答えなくていい。忘れるもん。忘れる、どうせ忘れるから。どっちがどっちやったか分からない。書き込むだけなら労力が無駄やもんね。そうやね、はい、仕事がなかったら行きたいです、ぜひぜひ。はい、ね、そうですね、仕事のない時に何かします。10日ぐらいはね、そうやね、ヨーロッパ界隈、ね、うん、そうですね、うぞうだうだしてると思います。うだうだ、はい、はい、ドイツ行ったりとか、はい、そうですね、3時間で行けるとかね。そうですね、うん、あのポルトガルも行かなあかんしね。ポルトガル、僕らポルトガルデビューしてるじゃないですか、僕たち。ああ、ほんまや。知ってる。知ってました。ポルトガルのラジオでいっぱいかかったやの、あれ。赤いスカーフ横丁に巻いて、ねじりま鉢巻きかぼす絞って、うん、ね、いっぱいかかってんねんね。いっぱいかかる、意味わからず。そうそうそう、みんな意味わからず。ちょっとあれカクカクしてんのがポルトガル語っぽいよねみたいな感じで、うん、あ、やばいねこれ。馴染めるようなイメージでね、うん、そうだね、はい。ディムディムのとこも行かなあかんしね。あ、ディムディムっていうのが、とってもとっても大好きの、ね、好きいっぱいいっぱい大好き、ラブ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 マーチ、ラブラブ大作戦のオケを、はい、作ってくれてね、うん、ブブブブベルギー、ベルギー、ベルギー、ベルジウムですね、ベルギーね、うん、イタリアにはモンテフィオリカクテルがいてるしね。そうそうそう、モンテさんがね、モンテさんがね、はい、モンテ双子の兄弟が、はいはいはい、モンテフィオリカクテルってね、ラウンジ系のミュージックでイタリアで結構有名な人で、はい、すごいいい曲いっぱいあるんで、モンテフィオリカクテルで一回調べて聴いてください。すごいいいですよ、うんうん、ドイツにはね、イマリがいてますしね。イマリもいてるしね、ドラマのね。そうそうそう、はい、サミュエルもおるしね。サミュエルはフランス、フランスよね、うん、2人とも、2人サミュエルはフランスですわ。2人サミュエルね、はい、そのうちの1人のサミュエルは日本に遊びに来るっていう。あ、唯一どっちの、あ、あっちのな、 DJ の方のサミエル、うんうん、そうか、それはお楽しみやね。はい、イギリスにはデイビッドがいるしね。デイビッドな、ね、デイビッドいてるしね。そう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 、うん、みんなミュージシャンですので、はいはい、なんかね、各地でね、できたら面白いですね、はいはい、うん、タラバガニはヤドカリの仲間なんだって。へぇ、仕事でアルプス、すごい。あ、そういうこと、ようことか。へぇ、アルプスってスイス、ポン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 。あ、スイス行ったらあのスラニー京子さんが行けるね。あ、そうか、うん、スイスも行きたいけどね。まあ、そのアルプスの予定が分かったらまた校庭に入るかもしれないし、ね、ポン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 ヨグルレイレイホーリヤイホーリヤホーリアーティスト言われてんね。さあ、はい、終わるで。そうね、まあ名残惜しいでございますが、まあ、今日そういえばひとりくん見かけてないね。ひとり出張してんね。
出張か。ひどりくんね。いたでん。じゃあ鍵とかんとな、やっぱこういう時は。さあね、まあまあ隊長みたいなもんやからね。何ひとりくんは何ですか、応援団長みたいなもんですか。あれは何やろな。ね、営業マン。そうやな。営業マンかな。何やろ。いたでん。普通に仕事してるかもしれんけどな。そうやな。こんな夜中でも。寝てることはないと思う。寝てるんちゃう。もう12時回ってるやん。ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音の後にお名前、ご用件をお話しください。はい。ニカ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 それも持たず悲しみも持たず
喜びの歌と安らぎの眠り、死に薄からの夢。